参議院の政治倫理審査会は、自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、まだ弁明していない議員に対し、出席と説明を要求することを全会一致で議決しました。収支報告書への不記載などがあった議員のうち、3月に弁明を行った世耕氏ら3人を除く29人が対象です。議決に強制力はなく、実際に出席する議員がいるかは不透明です。